それでは続いて長崎県を見ていきたいと思いますま長崎県県庁所在地はここそのまんまで長崎市になるんやけどこの長崎県はまた変わった地理的に変わった県になってくるわけねなんと県の面積の45%が島になってくるんですえこの九州続いている部分ここら辺は複雑なリアス式海岸を作って 複雑な半島を作っているわけやねんけどそれ以外の島が45%になってくるまず大きいところじゃ、これ小さい島もたくさんあって無人島もたくさんあるんやけど大きいところとしてはこの五島列島っていうのがあるしあとこの北の方に見えています行島これも長崎県に含まれるそしてもう一つみんなもよく知っているとことしてはこれやねんこの島長崎に入ってくるんです この島なんて言うやろ。これ海流にこれの名前がついてるんやねここを流れる海流日本海側を流れる海流対馬海流というのがありましたえ、そしてこの島が対馬対馬と書いて対馬というです実はこの対馬っていうのも長崎県に含まれてくるわけねえ、こういうふうに長崎っていうのはものすごく島の多い県になっているんですまなのでちょっと確認しておきたい地形地名っていうのも 列島だったりあとはワンになってきま,すまず1つ目は対馬をもちろん押さえといてほしいんやけどここさっき紹介した五島列島です大きな島が5つ本当ちっちゃい島を見れるともっとたくさんになるんやけど大きい島が5つあるので五島列島と言われますそしてこっち側は九州とつながっている部分に関してはさっき言った通りリアス式海岸を作っていて2つ湾ができてるよねまずこの有明海側にできているここの湾 これね、これを諫早湾と言います。諫早と書いておきましょう。諫早湾と言います。そして、こちら、長崎県の西側はこれは大村湾と言います。ここはなんか湖みたいになったりつながっていないように見えるけど、これ海が入り込んでて、大村湾になっています。この2つ、また後の産業のところで紹介するので、覚えておいてください。 そして最後に長崎でもう一つ紹介しておきたいのが山雲仙普賢岳ですこの山は何で有名かというと火山活動で有名なわけね1990年大規模な火砕流土石流の事故が起きましたこれによって死者も出てしまったわけねこういった火山活動の活発な 火山っていうのが長崎県に含ままれてくるんです。長崎についてはこういったところ島とか湾を中心に押さえとくようにしてくださいそれじゃあこの長崎県はどういった産業が盛んかっていうとままずは第一次産業から見ていこうかやっぱりこれだけ海岸線が複雑になっているので漁業が盛んになってくるわけね まその中でも海岸線複雑だったら波があんまり起きないので養殖盛んになってきます特にこの大村湾っていうのは真珠の養殖が盛んになってくるんですここ真珠の養殖が盛んになってきますもうかなり複雑だからここ波とかほぼ起きないような感じだよねなので養殖に適していますよと真珠の養殖が盛んですえそしてこっち読み方を覚えている諫早湾へね諫早湾は これが作られていますっていうのはないんやけど有名なのはにに対対すす。る反対運動が激しい地域になっていますこの有明海は遠浅の海岸になっていて日本最大の干潟があるって言ってんけどやっぱりこれだけ大きい干潟はなかなかないのでここでしか見られないような生物って結構いたわけね。 ただ干拓をしてしまうとやっぱりそういう生物たちの住みかを奪ってしまうことになりますまこの諫早湾っていうのは特にそういった生物が豊かにいたわけやねんけどまここを干拓地にしてしまおうというところでこれ諫早湾ねここに堤防できてるのかな？ここに堤防が築かれましたまその前後にもものすごい反対運動があったんやけど最終的に堤防が築かれてやっぱり反対していた人たちの考えてた通り ここの生態系というのは大きく崩れてしまったんですたくさんの生物たちが消えていきましたそれじゃあ第二次産業の工業を見ていくとこれ今は割合としては少し落ちてきているんやけど昔からこの長崎そして佐世保っていうのは佐世保ってどこにあるかっていうとここですこれ長崎市やね佐世保やねこういった町っていうのは昔から造船が盛んでした 船を作ってしまうよねやっぱりこのリアス式海岸は漁業をするにもいいんやけど港としても優れた港が作れるので船を作るときって絶対港がいるやねなのでこの長崎っていうのは昔から造船業の栄えたところでしたこれがその佐世保市の写真になってきますちょっとよく見てほしいんやけどここに戦艦とか止まっているの分かるなんかかっこいいよねこれ日本じゃないみたいです実際にこの佐世保の中には海上自衛隊とか あと陸上自衛隊の駐屯地もあって造船とともにそういった軍事関連の産業というのも盛んになっているわけですそして最後第3次産業になるわけねんけど第3次産業で紹介したいのは観光です長崎といえばこれを思いつく人も多いんじゃないかなと思いますハウステンボスです聞いたことあるかなとてもこの広い面積 大体これ東京ディズニーランドぐらいの面積にヨーロッパ風のオランダ風の街並みを再現しましたこれがもう一大テーマパークになってるわけね今は中国とか韓国とかそれこそ福岡とかを経由してこのハウステンボス観光に来る人も多いです結構全国的にも知られた観光地やねそしてもう一つやっぱり長崎っていうのは広島とともに唯一原爆が投下された世界の中でも唯一投下されたとこになってます まなのでこの爆心地である平和公園を中心に平和に関連した場所っていうのはやっぱり各地にあるわけですこういった海外にも知られたような観光地そしてそれぞれの島たくさん島があるって話をしたんやけどそれぞれの島にそれぞれの魅力があると思います是非長崎に旅行に行く時はみんな寸脳で行ってみてください